最初に君と出会ったのは満開のうなぎの木の下だった。風で落ちたうなぎを拾おうとうろうろしている僕に、君は素早く木に登って一番いいうなぎを思い出してくれた。僕がおぞおぞと七輪と炭を用意すると、君は自信たっぷりにうなぎを焼き始めた。タレの匂いと煙の向こうの君の笑顔を見て、この人しかいないと僕は思った。僕は勇気を出して君に言った。白いご飯も欲しいんだ。僕たちは川に白いご飯を捕まえに行った。並んで白い便器の船に乗って君と肩をくっつけ合って、君の体温を感じながら、僕はそれまでの人生にないくらい緊張していた。このとうとうというロゴがおしゃれだねと僕は言った。君は静かに笑っていた。油断しない、白いご飯は強敵よ。下手をすると私たちが食い殺されてしまうわ。そして便器の底から長い柄のついた森を取り出した。あそこにいるわと君が言った。指さす岩陰には大きな白いご飯が半分ほど水に浸かって静かに佇んでいた。二升くらいはありそうだねと僕は言った。君の目が狩人の目に変わっていた。足を踏ん張って船底に立ち、森を構えた君の姿は僕がそれまでの人生で見た中で一番美しいものだった。白いご飯は敵意に満ちた目で僕たちを睨みつけていた。最高級コシヒカリよ、君は上ずった声で言った。もし私がやられたら、私は勇敢に戦って死んだとお母さんに伝えて。君ばかり危ない橋は渡らせない。僕はウォシュレットのノズルを引きちぎり、そこに隠してあった日本刀をすらりと抜いた。君がこの世にいないなら、僕だけが生きていても仕方がないよ。それは死闘だった。だが僕たちは勝った。体中傷だらけになりながらも、僕たちはついに最高級コシヒカリを仕留め、それをうなぎの木の下に運んできた。しゃもじがないよと僕は言った。ここにあるよと言って君はブラジャーを外した。それがしゃもじであったことに僕はやっと気がついた。素敵な杉の香りがするねと僕は言った。天然秋田杉よと君は言った。何、僕だって。僕は帽子を脱いで差し出した。豪華有田焼の茶碗だよ。すごいという君の目に僕への対抗意識が宿っていた。そうして僕たちは二人とも裸になっていた。煙を立てる蒲焼きと湯気を上げる白いご飯を挟んで座りながら、僕たちは無言でお互いの腹の内を探り合っていた。沈黙に耐えられなくなった頃、風が吹いてうなぎ吹雪が宙を舞った。体をくねらせながら無数のうなぎが空を飛んでいた。結婚しようと僕は言った。お友達からでと君は言った。ありがとうございました。